めてください。ありがとうございました。ぜひね、またちょっと感想をお聞きしたいと思うんですけれども、参加して突然の無茶ぶりにもかかわらず勢いよく参加していただきました信長様、いかがでしたでしょうか。立てたい家康様を切った感想などいただける。はい、そこ聞く、あ、マシあるよ、大丈夫よそうなあ、もう一回やりたいなあの時はあんまわからんかったな。じゃあまた第二度に家康様がおどおどしてらっしゃるここは威厳をお願いいたしますまたの倒れっぷりが凄まじかった藤吉郎様、いかがでしたでしょうか。わしは切るより切られる方が得意なので、あのまたえじゃあぜひこっちで藤吉郎様そういうあれじゃなくて切られてしまうわけですよ。どういうあれだ、どんなのやな、キリにしてちゃうよ。どういうことだ、なかなかの目が言い方じゃないなご覧いただいてました犬中様、いかがでしたでしょうか。あの中中のレイヤーいいですね、あれ。あ、そこかよちょっと写真は撮りにくいんですけどね。でもすごい皆さんいい感じで回ってました。ああいう変なやつ好きなんで。変なやつ変なやつが一番変なやつです。ノミエ様いかがでしたでしょうか。はい、皆さんの一生懸命さが伝わってきてとても楽しい、はい、あの催し物でございました。お褒めいただきまして誠にありがとうございます。一生懸命、一応なコメントありがとうございました。本当に嬉しいございます。さて、これからは記念撮影入っていきたいと思います。中中トライで記念撮影それまた動画出しちゃう。本当ですか。電車で行きますか。じゃあせっかくなのでまたキュッと、はい、真ん中に集まっていただきまして、ま混ぜましょうか。はい、通常のなかなかでこんな機会ないですので、どうぞ前へ前へ、どうぞ前へ前へ、撮影したい皆様もどんどん真ん中の方へお集まりいただきまして、撮影のご準備をお願いいたします。お邪魔で自分の混ざる隙がない。あー、ここどうぞどうぞ、ちょっと全体的に下がろうかな。全体的に下がろうかな。もう少し下がる、もう少し全体的にお下がりください。あっ、加藤様もぜひぜひぜひ、はい、お願いいたしますね。それではどんな感じにします、並び。じゃあ自由な感じで、あ、両手に花ですね、家康様じゃあ安子を両サイドでしゃがみましょうか。では家康様、掛け声をお願いいたします。ではこれでいくぞ。はい、分かっとるな。いくぞ、せーの、勝ち最高。映画の制作発表みたいな。そうだな、ちょっと向きを変えましょうか。ちょっと低すぎないか、わし高さ合わせようと思ってめちゃめちゃ低くなもうちょっと上がっても良いんじゃないか。はい、よし、よし、中腰ぐらいでな。じゃあ次は向こうに行くか。おお、はい、もうなんかこれを機になんか大角組の方なんか決めたらいいの。大角組さんの掛け声、何か信長様ありますでしょうか。本当は天下ふぶって言いたいんじゃ、ブだとブの口になってかっこ悪いんじゃ。だから大角見でよ。大角見いいですね。じゃあ信長様、掛け声をお願いしてもよろしいですか。じゃあ行くぞ。はい、大角見、大角見。では次はくびれの神でいきますか。くびれの神でいいですね。これは多分後でやられるのよ。じゃあ今度あちらの方ですね。はい、よし、大角見でいきますか。せーの、大角見。せーの、大角見。せーの、大角見。くびれの神。さりげない。おい、小判が落ちたの、小判が。小判、小判、あ、小判持ってる。キースタキリアか。買収されたな。それでは、真ん中に向けて。では、皆様。最後はじゃあ勝ち最後でした。はい、よし、行こう、せーの、勝ち最後。はい、さあ皆さんいかがですか。よろしいか。ではでは、皆さん本当に誠にありがとうの。ゲストでお越しくださいました清洲城武将隊大角組の皆さん、本日はどうもありがとうございました。またですね、これからもまた一緒にですねコラボできることを楽しみにしてますので、今度は清洲に来てちょうど、はい、ぜひ清洲城にお邪魔させていただきたいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様も暑い中最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この後も、古戦場まだまだ続くぞ。午後4時にですね、古戦場公園にて本日長虎誕生祭最後の3部、古戦場公園を行います。皆さん、はい、夜は花火があります。オリコロパークで7時20分、はい、7時20分からオリコロパークの地球市民交流センターで私たち演舞の後、なんと長久手で手筒花火が行われます。Oh.